今日何三メーターだ。よぼ。よし。よく。本当2匹いるかも。あ、2匹いる、2匹いる。やば、強っ力。おお、しと。やばい、逃げた。はい、到着しました。カフガです。カフガです。いやー疲れた。何が疲れたかって今軽トラからサメ下ろしてたんですけど、見てください。やばい。重すぎる。大人3人でヒーヒーしながら。90キロ余ってましたね。92キロと95キロでしたね確か。重すぎる。今から。あ、ごめん。じゃあ。これさばいていくのはその吉田さんの沖縄素潜りクラブの。チャンネルでお送りします。はい、ぜひ見てください。こっちのチャンネルでは料理していきたいと思います。はい、一旦さばいていきましょう。はい、お願いします。綺麗にさばけてますね。すごいね吉田さん、飲み込みがめちゃくちゃ早い。はい、毎日いてほしい。転職しようかな。で、身はどうすか。いや、全く見えない。美味しそう。さっきまで生きてたから鮮度がもう抜群。じゃあこれを使ってシェフ到着してるのでね。はい、もうやる気満々です。やる気満々です。元木ペペロンチーノ。元木ペペロンチーノ。元木ペペロンチーノ。なんかどんなの食べたいとかあります。じゃあトマトを使ってなんか美味しくやってくれたら嬉しいかなっていう。わかりました。はい、オーダー、あのトマトを使ったやつのサメ料理お願いします。すげえね。なんてなんか今ウィームッシュみたいなこと。ウィームッシュみたいな。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、す。あとね、オーナーがこの帽子をつけろってこ うるさくてですね。あ、様になってます。ありがとうございます。てかまず火どうやってつけるの。今日火つきますかね。どうやって火つけるんですかね。ほら、まだつかないですよ。ちょっと家主呼んできていいですか。家主お願いします。火どうやってつけるの。コンロの下に引き出しあるか、うん、引き出しあって覗いてみて、なんか引き出し開けろってこれで、覗けって言ってた。あー、ありましたね。あいつか、これか、わかるか。あー、感動。やっと着いたね。やっと着いた。でまず一旦こいつは冷蔵庫にドボン。そうですね、ちょっと成分切りながらドボンしておきます。サメとのバトルでみんなヘトヘトだはずだから、なかなかこんなバトルはできないね。そう、貴重な経験できたからね。前回の動画でね、サメとのバトルの一部始終を収めてきたんで、まだ見てない方はぜひね見てください。お願いします。お願いします。でまた今回もニンニク、やっぱイタリア料理といえばニンニクですか。そうですね、ニンニク、ニンニクがないと始まらないですね。もう毎回言ってるけど、もうニンニクなんてチューブでしか使ったことないからね。イタリアにもチューブのニンニクってあるの。ありますよ。 あるんだ。ニンニク風味のマヨネーズとか、いろんなマヨネーズとかもあるし。どんだけ、ニンニク好きなので、刻んだニンニクをオリーブオイルですかね。それはオリーブオイルで、それエクストラバージョンオリーブオイル。そう、これを香り出ししていきます。はい、で玉ねぎ、毎回のようにこれは旨味調味料で、玉ねぎももう調味料の一つなの。何なの。もう調味料の一つです。もうみじん切りして黄金色になるまで。イタリアではソフリット、このみじん切り作らないと仕込みが始まらないです。師匠からソフリットを制すのはイタリア料理を制すっていう。なるほど。皆さん、だからイタリア料理は基本はもうこのソフリット作りから始まるっていう、はい、今回は玉ねぎとニンニク炒めたものだけど、ね、まあ、人参とかも中には入ってたり、はい、しますね。そういうソフリットもあるよっていう、はい、その間に魚を叩いていこうかなと。あ、サメを叩くんだ。叩きます。今日叩いて伸ばして、そこに詰め物をやっていこうと思って。あ、はい。いや、美味しそうですね。とっても綺麗ですね、タンパク。取れたて、プリップリプリップリ、とっても綺麗です。そのまま食べても美味しそうだね、刺身でね。食べれるのかな。いや、でも前リュウマが食べてたんだけど、はい、全く味しないって言ってた。全く味がしない。お、うん、うん、味あるね。あ、味ある、味ある、味ある。見た目もあるかもしれないけど、うん、カジキ、あ、カジキ、マグロに似てるかなと思います。おお、その今から作る料理もイタリアのカジキ、マグロをよく使った料理を作ろうかと思ってます。それをサメバージョンってことで。そうですね。で、今日家からアイテムを持ってきたんですけど、あら、お肉を叩く道具なんですけど。お、これ、これ日本で売ってないんですよ、この形。見たことない。これ棒状の叩くのあるんですけど、おこういう
もうスタンプみたいな、スタンプの真上から落ちるのないんですよね。あ、これイタリアから持ってきた。イタリアから持ってきました。うわすげえ、イタリアの叩き機ですねこれ。まず油をちょっとだけ、油を引いて叩くときに簡単に叩けるので、ゆっくり叩きやすそうですねこれ。とっても叩きやすいので、もうそのまま落とせる。うんうんうん、で、伸びたのを塞い抜いて巻いていく感じ。あ、なるほど、これに、ま、巻いていくんだ。はい、なるほど。次は詰め物を作っていきます。はい、食パンと。食パン、生のパンの味付けたものを中に詰めていこうと思います。食パンをサメで巻くんだ。まず耳落としますと。耳落とします。ジンベイパン食べれるか。これ誰が食べます。パンも細かくするんだ。そうです、ミキサーでやったら一番早いんですけど、ミキサーがないので、うんうん、もう手でいきます。はい、バジル、沖縄県産バジル、安いね、100円ですよこれ。安いの108円って。安いですこれ。え、バジルってなんだっけ。フーチバーみたいな。フーチバー、あー匂いすごい。バジル、いい香りやね。バジルも刻んでいきます。なんて言うんだっけこういうの、香料じゃない、香葉、香草か。香草、ハーブ、香り、香り。今回はバジルで。バジル美味しい。あ、食べた。さっきの玉ねぎ、なんだっけ、ソフリットソフリットも入れます。入れます。で、ここでこれなんすか。トマト、お、パッサータディポモドロ、なんてつまり、こしたトマト。あ、こしたトマト、ペーストトマト。そうですね、ペースト、まあこした、そうですね。うん、なるほどね。そのままジャーってきます。もうトマト 100% って感じ。トマト 100%。 うん、うん、美味しそうですね。うん、なんかトマトが入っただけでもうなんかもうそれっぽくなってきてる。もうこれだけでもサラダで美味しいですからね。あ、なるほど。パンのサラダっていうのもあるんです、イタリア。あ、そうなの、はい、パンサラダ。パンサラダ、ちょっと味付け塩。お、塩ですね。美味しい。これボーノですか。あ、ボーノです、ボーノです。これをラップをねじるとですね、はいはい、綺麗な、おお、なんかソーセージみたいななるんですよ。はい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 。これを大量生産します。あ、はい、よろしくお願いします、はい、やっぱシェフって持ってるの。モテるんじゃないですか、まあ、なんか聞いた感じですね前も。自分もモテてるんじゃないやっぱ本当は。いや、モテてるんですかね。まあかっこいい、まあなんか言われますね、料理できるのいいねみたいな。いいねって。視聴者の男性諸君もですね、やっぱ料理は覚えた方がいいですよ。料理できて損はないですからね。うん、本当に自分でも美味しいご飯食べれるし、うん、モテるし、うん、編集なんかできてもモテないからね女に。モテるんじゃない。いやいや、もう全然モテない、もう地味だから編集作業なんて。本当に暗い部屋でモニター並べてそれに比べたらもう料理人は花があっていいですね。きっかけはこれもありがちなんですけど、うん、身内が飲食をやってまして。ああ、料理家系なんだ。もうお家が料理、5人兄弟なんですけど、うんうん、兄2人もやってますし、おじもやってますし、料理人一家って感じだね。じゃあそうですね、料理のスキルはぜひつけるべきだね。俺もちょっと頑張ろう。パパパって何か作ったらもう、そう、しかもなんかこのちょっとおしゃれなやつ。いや俺も唐揚げとか作れるよ普通に、生姜焼きとか、うん、でもなんか違うさ、なんかちょっとこのジェノベーゼ、ジェノベーゼ、ジェノベーゼ食べてごらんみたいな。そんなんもいい、パンのサラダだよみたいな家でやる必要はないとは思って気が向いたらね。気が向いたら、はい、サメ料理を彼女ができたら振る舞いたいと思います。ソース用の食材をカットしていきます、はい、もうド定番の、うわ、またトマト、トマト尽くしですね。オリーブ、オリーブ、オリーブ、はい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 、とケッパー。え、何それ、豆、木のつぼみのピクルスみたいな。へえ、それを刻んでいきます。はい、これはソースになるんですか。ソースになります。へえ、ソースか。ヘタを取ってね。早っ、ヘタ取るの。もうお客さん見ながらやるもんなんですからね。こうやってイタリアでヘタ見ながらヘタ取ってたら笑われる。笑われるあ、うまそう。トマト綺麗だね、色綺麗だね、うん、一つ一つちまちまやってもね、めんどくさいんですよ。あ、なるほど、横に切るわけね。皆さん一発、皆さんミニトマト、プチトマト切る際はもう一個一個やらずにこれでお願いします。あ、なるほどね。はい、ありがとうございます。で、これオリーブね。オリーブですね。このまた開かないやつ、これをですね、角っこ叩くと開くんです。おお、さっきから小技がたくさん出てますが、何でもですよ。瓶は全部角で叩いたら。あ、そうなんだ。何でもない。鮭フレークの蓋なるなるなる、あれ開かなくて困ってたんだよね、ちょうど。で、ちょっとだけ細かくしましょうか。はい、
オリーブって何だろう、俺ちょっとオリーブを知らなくて。オリーブも木の実ですよ。木の実か、オリーブっていう木の実、木の実、そこからその種の油を取ったのがオリーブオイル。あ、なるほどね、木の実なんだ。木の実です、はいはい、とっても体にいいです。ケッパーもそうなの、これも木の実。オリーブの友達みたいな感じね。酢漬けなので、通常は塩漬けを使うんですけど、うん、塩漬け高いんですよ日本。あ、そうなの、高いの。そして再登場のバジル。バジル、はい、バジル乗せますと。今4種類ね。続きましてパスタソースを作っていこうかなと思ってます。あ、じゃあパスタも今回はあるんですか。はい、ありがとうございます。レモンのパスタを作ろうか。レモンのパスタ、オイルのレモンのパスタ、はい、ちょっと南国な感じの。これ前アランチーノ作った時の要領でソースを作っていきます。で、またニンニク。そうですね、もうパスタソースなのでニンニク絶対必要です。あ、もうこれも絶対なんだ。絶対もう絶対これがないともうマンマミーヤって言われますよ。おい、ニンニク入ってないよ、マンマミーヤって言われる。もう言われる、言われる。イタリアのペペロンチーノ、うん、日本人が勝手に略してるんですけど、うん、正式名称は、うん、アーリオオーリオエペペロンチーノなんですよ。アーリオオーリオエペペロンチーノ。アーリオがこれで、オーリオがオーリオバル、ペペロンチーノが鷹の爪、うんうんうん。そうなんだ。アーリオオーリオペペロンチーノになるんです。ニンニクオリーブ鷹の爪って言ってるんだ本当は。そうそうそう。でそれでペペロンチーノニンニク抜けてって言うじゃないですか日本人が、はい、意味が分からないふざけんなよと。そうそうそう、カレーの抜きでとかあれ難しいですよね、どう作ればいいか。イタリア人ってじゃあもうほぼ口臭いんだ。ほぼ口臭いんじゃないですか、みんなニンニク食べてるからでオリーブオイルとニンニクでまた、はい、香り出し、香り出し、ちょっと油少なめでいって、うん、ひっついたところが、うんうんうん、旨味に変わるんですよ。もうこっからほうで塩ね、塩コショウ。美味しそう、いい匂い。あ、このひっついてる部分ね、うん、あ、やっぱり水分多いですね。あ、サメ、もう何もしてなくてもこんなに水分が。あ、これがサメの特徴か。すごいですね、めちゃくちゃ安かった白ワイン。あ、白ワイン、もう臭み取りみたいな感じなんですけど、うんうん、まあ、サメ自体全然臭みないので、うんうんうん、これもまた美味しくなります、入れると。うわーい、アルコールを飛ばしていきます。はい、でアルコール飛ばして、あ、これさっきの余り、さっきの余り、ソフリット、これをまた使う分ソース分には残しといて、うん、ちょっとソフリット入れます。で煮込んでいきますと、はい、あ、もうこれがパスタソース。パスタソース、なるほど。で今から先ほど作った魚を焼いていく。これはオリーブオイルにニンニクね。そうですね。で香りがついたらニンニクは回収と。回収します。はい、どんな味になるんだろう、全然想像できないな今。それさ、この今更なんだけど、今回のメイン料理、なんていう名前の料理ですか。インボルティーニって名前です。インボルティーニ、インボルティーニ、サメを巻いたっていう、巻いたっていう意味なんですけど。あ、インボルティーニ、インボルティーニ、もうマグロとかで、もうド定番、うんうんうん、あ、ド定番、イタリア料理ではド定番、インボルティーニ。いや、もうご苦労様でした。いい匂いしちゃう。キッチン来てください。すごい、サメのインボルティーニっていうの。インボルティーニ、インボルティーニ、これですね。うわー、美味しそう、めっちゃうまそう。こんななんか可愛くなるんですか。可愛くなる、あんなに怖かったのに、うん、今は今これのソースを作ってます。あ、ソース、うん、あ、これさっきの材料か。はい、さっきの。もしかしてこれはトマト。トマト。その通り。本当に言ってくれた。今回トマト尽くし。このインボルティーニの中にもトマトが実は隠されてます。これなんだ。これはサメのパスタを作ろうと。これもサメなんですね。これもなんかサメのソースみたいですね。もう美味しそうですもんね。もう美味しいです。すごい。じゃあ完成までちょっとしばらくお楽しみにしてください。はい、お楽しみください。ありがとうございます。今どっかでやってるんですか。もう今はもうフリーです。今フリーで、フリーです。トマト、またちょっとだけ。もうトマト尽くしですね。トマト尽くし、シチリア風な感じで。でちょっと煮詰める感じですかね。そうですね、ちょっと煮込んでいきます、うん。さらに持っていくんですけど、何個かカットしていきます。仕上げのオリーブオイル、ブラックペッパー、完成でございます。ありがとうございます。
シェフ、これ料理名何でしたっけ。サメのインボルティーニです。インボルティーニです。ランボルギーニ、ランボルギーニみたいな感じですね。いただきます。いただきます。そしちゃっていいですか。はい。うわうわ、うん、うまっ。感じる。これすごいっすね。うまいけどすごいってのが出てくる。やっぱありがとうございます。思えないっすね。あつくね、うん、あ、もうつくね、鶏の鶏使った鶏お餅でうまい。しかもトマトもね、あのリクエスト通り。そうそうそう、本当にトマトで入ってるから。おかわりいっぱいありますので。やばいっすか。がっついてください。がっついてください。やばいな。マジでうまい。もう今日のカメの量のね、疲れをこれで回復してもらって、うん、すごかったっすね、今日のサメ、うん、普段からあんなもう暴れないんですよね。でもあんなに暴れたのは初めてっすね。いや、すごかったね。だまだ500ではない、500で。そう、今チャンネル登録者数500で、今日こうやって会えてるのも奇跡。いやー、もう本当に。ありがとうございます。死にさばく早い。びっくりした、めちゃくちゃ早い。うん、あの素人では絶対無理だから。教えがうまいからっすね。いやいや、海の男なんで。あ、これおかわり。これおかわりです。おかわり会で一番おしゃれ。個人的に写真撮っていいですか。あ、どうぞ。食べる前に、食べる前に。すごい。で、これパスタね。パスタ入れました。ペペロンチーノ入れます。ペペロンチーノ。あ、これペペロンチーノね。ペペロンチーノくださいと言われたら、うん、イタリアだったらこれを渡さない。これが出てくる。入って、はい、あのペペロンチーノというのもこの状態だよね。ここがペペロンチーノ。これがもうアーリオオーリオペペロンチーノ。あ、これはさっきのパスタ。さっきのに鷹の爪を抜いて茹で汁、水はダメです。茹で汁です。茹で汁を少々、はい、先ほど作ったソースを、はい、これこのパスタ。だからこれは2分早く揚げて、はい、さっぱりとしたパスタを作ろうかと思って。酸素がある。あれ一緒にやるんだ。完成です。はい、はい、ブラボー。ありがとうございます。召し上がってください。うさがみそうれ。めんそうれ。あ、香りはいい。レモン。レモンですか。ボーノ。いただきました。ありがとうございます。めっちゃうまい。うまっ。これ駆除じゃなくて狙って釣りに行けるぐらいのレベルですよね。これ美味しかったら。死にボーノです、うん、死にボーノ。死にボーノ。死にボーノ。今回のこのサメ料理、うん、何でもいいよ。サメ駆除させてもらって、もうパワースポット、神々の力が宿ると言われてる、うん、その久高島で獲れたサメ料理、吉田さん何ゴットですか。あー、ゴット来ましたか。ちなみに前は2万ノット。2万ノット。ゴットはじゃああんまり無駄遣いしたくないから、はい、9ゴットでですか。9ゴットです。お店も開けるという、それに期待を込めて10ゴット中9ゴットで。ありがとうございます。お願いします。お願いします。すいません、パスタが茹でられた。駆除して肉も使って、ヒレはフカヒレ、皮は皮製品で、内臓とか残る部分も家畜の餌、餌とかもう本当に全部使えてるね。はい、あんまりすごくないです。内臓全部ですもんね。もう全部、頭も、頭も。もう今後こうやってサメがどんどん活用できるように頑張っていきましょう。今日はもう吉田さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当に見てない方は、あの吉田さんのこのチャンネルでさばく動画も撮ってますので、よかったらぜひ見てください。はい、はい、じゃあ今回は以上になります。はい、今日のジンベエです。どうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。で、ここで、よし。で、よし。いらっしゃいませ。お座りして。
ください。あるか。